T 先輩です。ノッタン。T 子だよ、ノッタン。イブがまさかのクイーンになったと分かって、とんでもない衝撃を受けているところです。ショックだったねー。だけどまだ希望はなくなったわけじゃない。そう、急いでイブの元に行くしかないのです。そうね。3箇所か。ポストアイテムと、謎の空間。よくわかりませんが、とりあえず近くから攻めますか。うん。なぜ？挨拶です。どこがよ。右のアイテムは取れたら先に取ろう。おい。よくで進むね。たまに歪みを残したままの時があるので、無視するわけにもいかないな。あれ？ちょっと広いとすぐ出てくるね。何匹死んだ？ここから来たんだよな。なんか派手な SF ダンジョンだな。ついに目的地になったね。大丈夫かな。あ、なるほど、裏から行けと。それなら大丈夫そうだね。しかも結構広いんだが。赤カプセルがあれば取っておきたい。ならだいぶ楽なんだね。そういうことだったのかな。表だと今でも多分きついんだけど、裏面に入れるようになったから、今なら SF ダンジョンも攻略できると。そういうことだろうか。序盤の SF ダンジョンにも歪みが出てるのかな。そうだとすればいけますよね。出口がありますね。だからって落ちなくてもいいんだよ。そういう意味の下じゃなかったのにな。やっぱり違ったか。ちょっとだけでもジャンプできればな。はいはい、これで出口までたどり着いたと。ちょうどだね。出ようと思えば出れるんだな。でも多分出たらダメなんだ。続いているってことだね。そういうことですね。これまた遠いな。なんかすごいところだね。トゲがある意味美しく並んでる。よっしゃ、正解。いいね。え、これでも出口を出してくれるんだ。まだまだ。ここが最後だね。2箇所にアイテムがあるな。基本的には下に降りていく感じで。割と簡単だね。たまに見てホールとかがいますけど、まあ一体だけなら問題ないし、なんなら無視すればいいですからね。ってあれ、出口がないんだけど。本
ードした方向だよな。うん、間違いなくない。あ、そこにあった。すぐ近くだったのね。うん、ヒビは反対か。これ別に真ん中を通る必要はないよな。そうだね。楽できた。順調ね。え？ヒビが反対。ってことはまさか。裏に入っちゃダメなの。え、どういうこと？いやまあこれは嬉しいけど。これやり直しかな。もう歪みがないからね。くっそー。つまり最後のところだけ裏からじゃなく表を進まないと、アイテム部屋にはたどり着けないというわけですよ。そういうことか。まだ目的地はここにあるもんな。じゃあそのアイテムが目的のものなんだね。うん、マジか。また最初から。そうなっちゃうのね。頑張るしかない。そしてお気づきでしょうか、最初とは構造も敵も違っていることに。ほんとだね。ワンオブとかいなかったもんね。大まかな構造は一緒なんだけど中身が違うというか、そういう感じかな。違うね。面白いな。より断然難しくなってない。やり直したからなのかランダムなのか。さあここからはついに表ですよ。だけどこれいけるの？正直最初の頃とそんなに変わってませんからね。まあ多少ライフが増えたのとバリアがあるくらいで、やるしかない。わあ、これはひどい。攻め倒す必要はないのか。空いてるじゃないか。うん、普通に壊せるんだね。バリアのおかげで耐えたけど、やはり難しかったな。こいつらは手を出さなければ何もしないのか。で、ファイナルアクセルブラスト。ついに来たファイナル。これは目的地になるわけだ。ほんとだね。しかも難しいのも納得。よかった、頑張って。ゴムで一発だったのね。そうだったのか。ま、何にせよ無事ゲットですね。やり直した甲斐があったねー。さて、あとはボスと謎の空間か。どうやって行くんだろう。一回だけ使ってみてもいいですか。別にいいけど。この辺の仕様は従来通りですね。よし、覚悟しろ。今回はこういうチャージなんだね。わぁ？惑星規模の爆発だった。すごすぎるでしょ。さすがファイナル、最強ですね。こんなの当てたらボスでも一撃なんじゃない。いつも通りここぞという時に使ってみよう。さてと、とにかく右の方に行ってみますか。下のアイテムはここからじゃ取れないね。遠回りするのか。
じ SF バレットもそんなに効き目はないか。ちなみに、ミサイルがかなり効果的です。またいずれ気づきますけども。そうなんだね。どうなってるんだ。ほんとよく出てくるね。これの本体とかいるのかな。よし、出なければよかった。これって前もあったやつですね。また解除キーを集めてくるのか。しかも2つ。どこなのかわからないので、とりあえず行けそうになっているところに行ってみようと、一番最初のエリアに来ています。なんか懐かしいね。実はあまり覚えてませんけど、混乱しながら進んでいた覚えがあるな。ここで反対か。よりによってこれだけ広いと操作がわけわからなくなる。しまった。 SP 切れ。今出た歪みに出ればいいのかな。この緑のやつかなりアグレッシブ。こっちのが落ち着くね。やはりここで合ってたな。トゲトゲ。これも雲型ならいける。容赦なく倒すようになったね。回復を落としてくれるかもしれませんし、挨拶しているように見えて実は避けてるんだな。攻撃が当たらない瞬間があるね。これだけかと思ったけど、あと2つでマックスなんだな。見た目よりもライフアップは少ないのかな。多分ほとんどがエネルギーガードなんでしょう。ここ懐かしい。序盤に来ましたよね。あの時はなんだこれ、としか思ってなかったけど、ついに入ることができるんだ。なんか感慨深いね。何があるかな。なんか時間かかりそうなので倍速で見てみましょう。めっちゃ当たってる。操作が逆だとわけわからん。かなり最初の方だね。スタート地点だ。ついに戻ってきたのね。つまりここって牢屋ってことですよね。あ、違うか、格納庫か。とにかくオープニングでいたところだからね。戻ってきたのはなんか感動する。変な気持ちです。なんだ、これだけか。嬉しいけど、ここにファイナルアクセルブラストがあったら感動したな。あー、わかる。
があるんだろう。ただの SF ダンジョンだね。目的地にはなってないけど、そうだな、時間も時間ですし、ここを攻略したら今回は終わろうかな。ほんとだ、思ったより長いね。さすがにここも倍速かな。だいたい雰囲気は感じ取ってもらえたと思います。おおよそこういう感じなんだね。行動はランダムながらで、手繰り敵も大体一緒ですね。ちょうど出口にアイテムがあるから助かります。さっきみたいに表から行かないと取れないアイテムはない。多分ここは大丈夫そうです。おや、スイッチがありますね。久々に見た。どこのだ。あ、あった。行ってみる。やめとく。恐れをなしたか。見た感じアイテムもなかったですしね。必要はないかなと。まあね。裏は簡単だね。オッケー。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。その代わり次回はボス戦が連続しますよ。そうなんだ。最低でも2人とは戦いますからね。お楽しみに、ノッタン。また見てもらえたら嬉しいな、ノッタン。